皆さんこんばんは。夕方5時になりました。キャノピー王国ニュースの時間です。首都キャノポリスよりレイチェル・ウォンがお送りいたします。本日のトップニュースです。ニューメリディアンにてスカルガールの多数の目撃報告がありました。キャノピー王国軍はスカルガール警戒レベル3まで引き上げました。ニューメリディアン市民の皆さんはなるべく外出を控えて注意してください。また不審者を見かけましたらすぐに通報してください。スカルガールの最新の姿は確認されていませんが、警察の調べによると彼女の犠牲になったのは名門メディチ家の関係者だろうということです。最高権力者であるロレンツォ・メディチも今では公の場に全く姿を現さなくなりました。全スカルガールであるナンシー王女討伐の7周年を祝っている最中での新たなスカルガールの出現はたくさんの辛い記憶を呼び起こしてしまうことでしょう。確かに我が国は再び危険にさらされています。だからこそ皆さんで協力し合って新たな敵に立ち向かうことが大切です。次に王族関連のニュースです。ナンシー王女とフランツ王の長女パラソール王女率いる精鋭部隊ブラックイーグレットが悪名高いギガン族のハーフサイサナを逮捕しました。サイサナはルノワール戦争記念館への襲撃に関わっていた罪でアラストール重犯罪刑務所に収監されました。今日もまたパラソール王女やブラックイーグレットたちのおかげで我々は夜も安心して眠ることができるのです。先の見えない不安な時代ですが、我々にはキャノピー王室の強さと統率力があることを忘れないでおきましょう。それでは今日はこの辺で。暇だよ、退屈だよ、もうアイスクリーム食べに行こうよ。来たいって言ってたのはあなたでしょ。何を期待してたの。でももう飽きちゃった。だってさ、お姉ちゃんがね、そのピーチボールのようなある意味ごちそうっていうか、その胸で悪者倒したから見れると思ったんだもん。ほらお姉ちゃんいいもの持ってるし。それが何時間も囚人たちを見続けてるだけなんだもん。ここは刑務所よ。すでに捕らえられているものを倒してどうするの。まったくもう子供なんだから。王国の安全よりもアイスクリームの方が大切なのね。じゃあお城に帰ったら行きましょう。やったー、人生しつこくわがままを言うことが大事なんだね。アンブレラ準備はできた。車で待ってるわ。おい、ちょっと待って。まず私はイチゴ味として、ハンゲルには。パラソール司令官だろう。司令。休め。何があった。はっ、我々はニューメリディアンにおいて新たなスカルガールの出現を確認しました。そう、始まったか。アンブレラ、ごめんね。一緒にアイスクリームを食べるのは少しお預けになりそうよ。モリー、ブラックイーグレットを至急招集。作戦 SG-009 を遂行。ニューメリディアンへの出撃準備。ついに私の出番ね。ショットガン持ってきて。ダメよアンブレラ、これは実戦なの。連れてはいけない、危険すぎる。わかるでしょ。なんで。お姉ちゃんとクリーゴの戦いが見たいだけなのに。アダム、アンブレラにアイスクリームを買ってあげて、そして彼女を安全な場所に。イエスサー、暁のチョコレート作戦直ちに遂行します。アイスクリームはもういいから一緒に連れてって。アンブレラ、疲
カルガールの件が片付いたら、きっとこの埋め合わせはするから。あなたにもいつかわかるはずよ。いやだ、お姉ちゃんはいつもそうだ。言うことを聞きなさい。多くの人々が私たちを必要としているの。これはとても大切なことなの、わかるでしょ。このままだと何百万もの人々に危険が及んでしまうの。その話は聞き飽きた。お姉ちゃんはいつも私を後ろに閉じ込めて、武漢に見張らせて。お姉ちゃんなんか大嫌いだ。どうして分かってくれないの。もう時間がないわ。この話はまた後でしましょう。イーグレット隊、ニューメリディアンへ出動。さあ、イエスサー。あれ、なんだ、胸が苦しい。え、待って、あれはママ。それでは姫様、あ、じゃなかった、アンブレラちゃん。アイスクリームを買いにどの店に行きましょう。あれ、どこに行ったのかな。逮捕する。無駄な抵抗はやめろ。ミサイルディスティニーゴー。こいつを食らえ。行くぞ。ヘアイヤー。スレイ。カタラ。ヘアイヤー。トーン。やった。我が王国のために。 This is true love, we're making it。 行くぞ。うぬぼれるな。まだよ。隙あり。行くぞ。ブラックイーグレット突撃。マイル。行くぞ。プロミネンス。スキアリ。検討したな。目標を測。可愛くぶってたら負けちゃうわよ。ゴー。うせろ。プロミネンス。検討したな。パラソール様、スカルガールがリバーキングカジノ付近で目撃されたと報告がありました。ターゲット確認。素晴らしいわ、みんな。これよりターゲットに向けて前進。スカルハートを狙い撃て。スカルハートの姿がはっきり目視できません。何者かが前に。あれは妹君、アンブレラ姫です。何？なんであの子がここに。アンブレラ、そいつはスカルガールよ。早く離れて。違うよ、お姉ちゃん。ママだよ。ママが帰ってきたんだよ。何？何を言っているの？それは私たちのお母さんじゃない。実に感動的ね。鋼鉄の王女様がこんなにも感傷的だったとは意外ね。その子から離れろ。お前らの敵は私だ。普段ならそうしたいけど、この子は特別なようね。この子がスカルガールと強いつながりを持ってる以上、もっと調べないわけにはいかないわ。心配しないで。実験に痛みはな、それほどひどくはないでしょう。じゃあね。待ちなさい。王女様、それはできない相談です。みんなそれぞれ職務がありますので。
行け。ジェントルメン and ready ショータイム。マイル。トウ。伏せろ。行くぜ。泣け隙あり。プロミネンスと聖兵、恥さらしの詐欺師め。かわいそうなパラソール王女、母がスカルガールとなり、まもなく妹まで同じ運命をたどる。マメ、あの子はまだ子供よ。スカルハートに年齢など関係ありません。それに、それに何だ。あなたの推測通り、あなたの母は妹とスカルハートを同時に体に宿していました。最愛のアンブレラ姫はすでにスカルハートの力と共鳴しているのですよ。ナンシー女王よりも強く恐ろしい絆を築くことでしょう。本当だったのね。でもそんなことは私が止めてみせる。スカルガールとあなたの妹君は死生三者が見つめる場所で待っています。さあ行くのです。今ならまだ運命から逃れられるかもしれません。パラソール王女、ここにおられましたか。ターゲットがメープルクレストで目撃され、さらに大聖堂へ向かっているとの報告が偵察兵からありました。モリー、ありがとう。我らも追うぞ。敵の思い通りにさせるな。全員参加して大聖堂を探索。スカルガールと妹の捜索を開始。そう、イエスそう。そんなことしなくても教えてあげる。あなたの妹とスカルガールは地下墓地にいるわ。アンブレラ姫に時間はあまり残されていません。もちろん簡単には通せませんが。高くつくぞ悪魔め。まあ、なんて恐ろしいのでしょう。あなたの母は毎日この場所で平和を祈っていましたよ。今のあなたを見たらさぞがっかりするでしょう。先に行け。ジェントルメン and ready ショータイム。やりすぎた。行くぞ。プロミナ。マイル。マイル。ナパム。駐車の準備はいい。行くぞ。黙れ。行くぞ。待て。まだ終わってないわ。勝者に薬はいらない。その子に一体何をした。私は何もしていないわ。この子が自らスカルハートを奪うにはあまりにも弱ってしまっている。だから待ってるだけ。彼女を見ていると私の古い友人のことを思い出すわ。話しなさい。私にはそれができないの。スカルハートとのつながりが今も彼女の生命力を奪っている以上、私には止められない。誰かがこの子の身代わりにならない限り、彼女が生き残る方法はスカルガールになることだけよ。ママ、
クリームが欲しいよ。化け物め、滅ぼしてやる。暴力的ね。父親の過ちから何も学ばなかったんだ。これでケリをつける。あなたのお母様が悲しむわ。さあさあ皆様ご注目。はい、行くぞ。役立つわ。突撃。恐怖。死ぬわ。弱さをわきまえなさい。弱さをわきまえなさい。アークループ任せ。新たな主に使いなさい。うぬぼ。あがかない。目標達成。もしスカルハートを攻撃すればあの子も巻き添えになってしまう。これしか方法がない。スカルハート、アンブレラが絶対にスカルガールにならないこと、これが私の望みだ。いいだろう。お前の妹は見逃そう。時が来たらお前がその代わりとなるのだ。アンブレラ、大丈夫？早くご飯食べよう。よく寝てる。明日からはあなたの訓練を始めなくちゃね、アンブレラ。